そしたらここですね、ここが埋まってる感じなので、掘り直したいと思います。両刃ヤスリですね、目立てヤスリとも言いますが、これで、まずはちょっと目を立てます。続いて細い丸ヤスリですね、棒ヤスリですね、これで削ります。この傷みたいになっているのを少しずつ太くしていく感じですね。メンソレータムを、ここですね、ここ椅子の方にね塗っておきたいと思います。パテを盛ります。この辺りの不自然な盛り上がりがないように、ここを頂点としてこういう風に流れていくという感じがね、うまく再現できるように、そしてこの奥へ入り込んでいく感じですね、奥へ入り込んで下が入り込んでいく感じをなんとかうまく造形したいなぁと思う次第なんですけれども、